こんにちは、スイカです。ようやくですね、シングルちょっと潜ってマスターボール級まで達成することができました。勝率はですね、だいたい7割ぐらいです。まあ、このパーティーはね、本当に誰でも爆速に上げることができるパーティーですので、ぜひそれをご覧ください。今回私が考案した構築はですね、このホルードとギモを合わせたホルモー構築、略してホモ構築でございます。まあちょっとホモっていう単語がちょっと嫌っていう方も多分いらっしゃると思うので、このギモがね、めちゃくちゃ見た目がイキリオタクっぽいじゃないですか。で、このイキリっぽさを見た目に合わせてイキリウサギ構築っていうね、そういう名前でも全然大丈夫です。戦い方としましてはですね、このギモが今回いたずら心で先制で壁を張ることができるので、壁を張ってから脱出ボタンでね、相手の攻撃を切ると自分のポケモンと交換できるんですよ。で、それでホルードに交代して剣の前をしてダイマックスして全抜きしていくっていうね、そういう構築になっています。で、他4匹はね、まあ、ちょっとホルードで全抜きできそうになさそうだったら、この辺とかで、まあ、サイクルくるくる回していくような、そんな感じの戦い方で争うことができます。それではですね、イキリウサギ構築、またの名をホモ構築、これの強さをお見せしていきます。先発はですね、ちょっとドラパルトから来てしまうと詰む場合があるので、初手ギモーで。で、隙があったら、積みの起点にして、ホルドーで、ホルードで倒していくような感じで行こうかなと思います。ただそうするとナットレがきついよね。 OK、 初手からドラパルトは全然 OK です。で、ドラパルト正直全然問題ないので、ここも初手イカサマでいいわ。別に竜舞されたところでダイマックス技も全然耐えるんで OKOK。 誰が出てくる？ロトムか。これも全然問題はありません。まあ、これぐらい削れたらもう準備はオーライかな。ここはもう光の壁で退場します。この脱出ボタンのいいところってこういうところなんですよね。いたずら心プラスこの脱出ボタンで壁ターンを最大効率生かして、で、壁でこいつらのデメリットってさ、このトンボ狩りとかボルトチェンジって言った自分から引っ込まる攻撃技っていうのがないので、まあ、こうやって脱出ボタンとかで組み合わせることによって、この後ろの積みアタッカーとかに引き継いでいくっていうムーブがとても強いと思います。まあ、だからこういった全抜き構築を組むんであれば、なんかいたずら心のポケモンプラス脱出ボタンで僕はいいと思います。まあ、さらにね、ギモーだったら進化の奇跡とかも呼ばれるんで、脱出ボタンはね、間違いなく呼ばれない。 OK、 まあ、ここはトリックされてももう一回行動保証あるんで、そこはもう全然いいですね。うまっ。この火力はメガネかな。さすがにね、ロトムにして明るく高すぎるんで、これは間違いなくこだわりメガネ。なので、ここはね、ホルード、エース、いきます。本当にいいよな。オッケーオッケー。で、この糸毛の実っていうのが、このギャードス相手にめちゃくちゃ輝くわけですよ。まあ、出てきた時に、まあ、解説しますけど、ここね、まあ、ちょっと強さ見るんですけど、このホルードの強いところって、このね、ダイマックスのダイジェットって飛び跳ねるをね、飛行技に変換すると、素早さが一段階上がるんですよね。で、ホルードを最速にして、このダイジェットで素早さを上げたら、なんと最速のディノバルトを1上回った状態で抜かすことがね、絶妙にできるので、なので、ここね、本当は、剣の舞を打ちたいところなんですけど、相手の視点から見るとさ、ここノーマル技が飛んでくるか、はたまたなんか剣の舞とかで全抜き測ってくるかなって思うじゃないですか。なので、ここの正解択はダイジェットです。見といてください。来たね。よし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 。いや、なんでこんなさ、いちいちめんどくさいことするかっていうと、ディノバルトってドラパルトだったわ。モンスターハンターだったわ、さっきまで。ドラパルトってね、大体メインの持ち物がキアのタスキなんですよね。で、タスキ持ちそうなポケモンが相手のパーティーいると、もうそいつしかいないし、確かこれテンプレのパーティーでしょ。まあ、なんか、サルノリの最終進化いなかった気がするけど、そんな感じのテンプレパーティーなんで、OK。なかなか見にくいというわけでございますな。あ、いい火力してるやん。いいね。で、ここでさらにダイジェット決めとけば、一応最悪、まあ、ロトムスカーフではないと思うねんけど、一応最速スカーフのロトムも、このダイジェットで抜かすことはできますね。OK。いいっすね。
ここで相手交代してこなかったってことはギャラドスはいなさそうやね。だとすると白は多分これミミッキュかな。ナットレイとかもこの感じだといなさそうなんだよな。おそらく最後はミミッキュと見ただよな。オッケー、ミミッキュめんどくさいよな。こいつも最初にベイマックス打ってくんのかわからんけど、ここはもう無難にダイジェットでいいかな。最後のターンになっちゃいましたけど、まあ多分それが一番いいような感じはするね。まあ大ウォールしてもいいんですけど、剣の前されるのも一番嫌なんでね、それが一番の負け筋になるので、ここワンチャンさ、ミミキ特殊クターあるかもしれんから、ここダイヤースさ、別にロトルと交換してきたところで全然なんとかなるんで OK。 まあ来るわな。まあ、ワンチャンね、ワンチャン特殊型あるから。見たことないけど。俺のかつての、あの、サンムーンっていうね、化石のゲームソフトがあるんですけど、それで電気玉を持ってるエセピカチュウ型ミミッキュで見たぐらいかな。うん。まあ、レートって、まあ今はランク戦になってるけど、まあ、旧レートでは、それを見たぐらいかな。まあ、ダイマックスしてくれたんで、剣の前の卓は消えましたね。さあ。まあ、本作からも皆さんご存知だと思うんですけど、化けの皮で、削れた後 HP がね、減る仕様になってます。まあ、これによってタスキミミッキュがね、まあ、使えなくなったという仕様になりましたね、これで。OK。ダイフェアリーも全然大丈夫かな。これは一発あるでしょ。OK。ただちょっと、絶妙なさ、ドラパルトの削りがちょっとここに効いてきましたね。絶妙に食らうんやね。おー、なるほど。さあ、とりあえずここなんだけど、ね、研磨していないので、これね、ミミッキュの地震で飛ばせないんですよね。ダイマックスされたせいで。なので、ここは、やるべきこととしたら、ダイマックスターンをうまいこと稼いで、それで、ワンチャン麻痺狙っていくのがいいかもしれんな。飛び跳ねよう、ここ。自信打ったところでなんで。え、それでいいよな。うん。飛び跳ねましょうか。ほい！いいね。これでワンチャン麻痺を狙っていくと。オッケー、これでダイマックスターンを稼ぐことができたので、さあ、ここですね。麻痺らせることができたら、ほぼほぼ完璧。てか、こんな感じだったら、あーまあ、ダイボールしてもな、ディスクなかったしな。オッケーオッケー。麻痺れ麻痺れうわまあ、これはやられてしまうと。まあ、これはしゃあないですね。まあ、火力バカなんで、これはしゃあない。で、ここでダイマックスが解けて、ここで問題が発生するんですよね。ここね。まあ、義務を出すんですけど、ここ、相手がさ、強気の剣の前を打ってくるのか、それとも、ちぎってじゃれつくを打ってくるのかで、僕はめちゃくちゃ迷うね。ここ、冬打ちも一応、選択肢としてあり得るけど、それやったら鍵打ちでいいからね。まあ、それならでは強気の剣前でいいんかな。で、なんか、挑発かイカ様かリフレクターでめちゃくちゃ迷う。まあ、どちらかというと、挑発かイカ様か、あれはリフレクターか。ああ、迷うな、これ。リフレクターします。ここちょっとわからないな、相手のやり方次第って感じで。とりあえずこれで保険は整いましたね。あー強いわそれ。相手さん強者ですね。これはやりますね。まあ、ここはもう正直、まあ、控えの壁でいいでしょう。さすがにここは突っ込んでくると思いたい。影は耐えるんじゃないの。え、影は耐えるでしょ。おう、ワンチャンランスで大変か。ワンチャンがさらにツーチャン入ってきたぞ。これでとりあえずヒートロトムのこだわりメガネもケアできましたね。まあ、イカ様でいいや。まあ、じゃれつかれても OK。うん。え、シャドウクローないのかな。いや、じゃれつくか。じゃれつく、まあ、最後の最後で相手が不意打ちをケアしてるって感じでしょうね。うわ、シャドウクローだるいな、これ。壁でさらに分厚くして突撃ジョッキ分厚く来させたから、
まあ、これはお互いの電子レンジの対決になりそうな気がする。ここはまあ確実に削れるとしたらイカ様なんで、マジ、あ、でも自慢でいいか、うん、あれ鍵打ちなんここ、あれか、こだわりスカーフケアか、これは。オッケーオッケーオッケー、相手さんスカーフケアしたおかげでめちゃくちゃこれではかどるんだが、やったね。さあ電子レンジ一騎打ちになりましたね。ここはど一回イカ様でダメージ見てみたいな。でそれがダメやったら一回10、そこから10万ボルト連打でしていきます。さあ相手これ多分こだわりアイテム持ってメガネっぽいんだよな。これで上を取ってたら多分メガネと見て間違いない。だってあのホルートのターンで絶対鬼火が打てたはずなんで、あそこで素直に引いてきたってことはつまりそういうことですよ。まあ、それにしても入りすぎやったしね、ギルモーに。まあ、初ターンで、相手の持ち物をこだわりメガネって見破れたところが強かった気がする。オッケー。これがどれが入るかいね。あ、うんこみたいなダメージだね、これ。オッケー。これはもう、大丈夫そう。あとも10万ボルト連打で、まあ、どちらが先に削れるかの勝負になりそうですね。これ多分10万が一番入るかな？同じような感じだね。まあ10万でいい気はする。まあ相手はここから特攻下がる一方ですし、直帰と控えの壁での分厚い3段4段構えになってたんで、まあここで壁解けちゃいましたけど、まあここまで来たらもう何も怖くはないね。 OK、 うん、まあ、先ほどのなら2回目のおまきぐらいの火力やね。これで相手特攻さん6段階か。下がったんで、もうこれはもう、取れましたね。でもこれ、ロトムの素早さをね、ちょっと振ってるんですけど、絶対振った方がいい、ロトム。ムブリロトムは絶対上手いから。なので、まあ、そこそこ素早さにも振ることをお勧めします。ありがとうございました。ミナツさん、対戦よろしくお願いします。めちゃくちゃ相手ね、なんか珍しいポケモンいるんだよな。アップルドラゴンだっけ？こいつ、なんかそんなに強くなかった気がするけど、何してくるんですかね。オッケー、ドリューズは全然大丈夫。サニーゴで、どうにもでもなりますね。ここは一回、熱湯で、まあ、火傷を打ったらもう、アドバンテージ高すぎ、馬師さんですね。で、あとは隙あればステルスロック巻いたりして、まあ、それで退場していく感じでいいかな。退場はいいか。とりあえずなんかドリューズが出てきたら、あと、エースバーンだっけ、この2匹が出てきたらちょっと交代意識していくような感じがいいかもしれませんね。あとはあの誰だっけ、アーマーガーだ、こいつじゃない、もしかして。うわ、アップルバイ出てきたんけ、ちょっと待って。え、お前何すんのマジで、受けしかできないんじゃないの。しかし勝ったいな、お前ら。このサニーゴの熱湯がもうビビたる漁師変えられへん。ここステージロックで。まあ、タスキ枠は多分エースバーンになりそうなんで、仮にだとしたらそれで悔やまれる可能性があるんで、ここは巻いときます。まあ、そんなんかな。で、だからスイカ動画、進化前の動画伸びひんからさ、だから今シーズン終わるまで、もう3回に2、3回ぐらいの割合で、ガチ対戦動画投稿してよろしいか。まあ、なんか、12月、待つぐらいになってきたら、まあ、そろそろちょっと進化前のポケモンを解禁して、マスターボールランクで進化前ポケモンを使うっていう外事みたいなね、ちょっと企画をちょっと今後していくか。オッケー、これで、食べ残しの回復量が消えましたね。リンゴさんってどういう技？あ、アシットボムみたいな感じか。てか、俺なんかタルプルってなんか蓄えるとかしてくるイメージあったんですけど、この感じだったら、どういう技構成してるんやろ？ヤドリギで、あれで、で、あとなんだっけ、多分光合成覚えたはずないよね。光合成と、あと何入るんやろ？毒毒はなんか相手の出方から見る感じ全然なさそうなんだよな。オッケー。ちょっと、さすがに限界が近づいてきたんで、ここ、ロトムに交代していこうかな。
すがにタルップルがいまいちね努力値がどういう風に振られているのかがわからないので、まだ相手の出方がマジでわからん。ここロトム交代していきます。ロトムのオーバーヒートでどれぐらい入るかやんな。メザパ氷やったら強いのにね、一目いや絶対メザパ欲しいわ、ここマジで今ものすんごくメザパ欲しいもんまあそれはさておき、とりあえず火力見ていきましょうか。ちょリンゴさん絶妙に下がってますけど、オバヒ行こうか。このロトムの渾身の火力をちょっと見とけ。あなんかこいつがさ、あのマイナーポケモンの立ち位置なのかわからないけど、どっちの振り方が強いんやろね。少なくともロトムとかその辺の方向には絶対強いわこいつ。あと誰に強いかな。ナットレイとかも場合によってはこっちの方が強い説あるのかもしれないね。炎技とか覚えたら強い。は？いや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 。え、嘘でしょ。お前特性熟成でしょ。え、熱い脂肪とかあったりするこいつ。え、やばいねんけどこれ。ちょっと待って。いや、あの、ロトムさ、アーマーガーに残しとかないと真面目にやばいんだよな、ここ。だから、ここ、ボルトチェンジでいいや。で、一回っていうかもうこれさ、サニーゴ切るしかないな。ホルード出したいんですけど、ここはもうね、サニーゴ切っていく感じがいいかもしれない。多分ここ、まあ、草技が飛んでくるとも否定できないし、微妙なんですよね。マジで。だからここは一回、ホルードは、死に出しで出して、って。だから方言みたいになっちゃった。地方の。そんな感じで、ああ、うまいな、相手。まあ、そうか。まあ、おばひ見たら、そうなるか。相手からしたらこれなんかこだわりスカーフか、その辺ぐらいに見えるもんね。こいつが仮に熱い脂肪やったらさ、氷弱点4倍のはずなのに、2倍で収まってるってことやんね。あ、じゃ強いのか、こいつ。ここ、マジでやることなくなったな。力吸い取っといて、たぶんあの G なんとか技ってさ、まあ、特殊技なのかな。もう見た目から的になんか物理でバチコンしてきますよって見た目してるけど、これで威力変わるかどうかやね。あ、わからん。とりあえず、分かったことは、ここサニーゴもったいないですけど、正直、最悪、アーマーガーが出てこなければ、たぶん、アーマーガーはね、出してこないんじゃないかな。たぶん、ホルードも、タルップルで、見てくるんじゃないかなと思うんで、アーマーガーちょっと切るしかないっすね、ここ。まあ、出てきたら負けでいいわ。で、ここはもう切ります。サニーゴ。惜しいですけど。さあ。まあ、もったいないけど、ここはね、行くしかないね。で、多分タルップルね、こんな受けに特化してるんなら、まあ、竜の波動ということは多分特殊なんだろうけど、多分ホルードでいけるんじゃないかな。仮になんか草技打ってきたとしてもさ、特防下がるだけなんでしょ。攻撃が下がらないんやったら、割と同等でもなるんですよね。で、ここはもう、ロトムのオーバーヒートが全く歯が立たないことが分かったんで、ホルードで行くしかないと。頑張ります。いいね。で、ここはもう、剣の前。宿り木の谷が一番嬉しいかな、ここ。相手脳警戒ですね。アーマーガード出てこない。じゃあ、多分この感じだったら、冷凍パンチを警戒してくるんだったら、ここ、アーマーガード交代してくるはずなのに、出してこなかったんで、いや、これ来たんじゃないか。見せてやるよ。
このホルードの力を。そう、あとホルードこれ16円になってるから、お盆のミーとかでさっきまで使ってたんですけど、糸切れ目に変えたからHP 振った方がいいなこれ。ダイジェットいきます、見せてやるよ。あ、やべ、あらららら、こういうこともね大丈夫なんですよ。そう、このダイマックスをな手に入れたことでホルードが大化けしたことを分からせてやろう。そう、まあ今のところドリューズは俺見ている感じ陽気ドリューズっぽいのは見たことがないから、このホルードの絶大的なパワーで圧倒させる時が来たみたいですね。そう、今作はダイジェットが強いってことを見せてやるよ。ほわー、いい火力してるわ。いやもうこれが半減の威力じゃないんだよな。まあ、これでね本来ドリューズは抜かせないんですけど、こうすることによって、まあ、ドリューズも安易に抜かすことが可能であるということでございます。これ宿り木の回復量ダイマックス時増えるのかと思いきやそうでもないですね。ドリューズが HP 高いだけかな、わからんが。さあこれでもう残りのスカーフポケモン怖くないですね。多分これでエースバーンのこだわりスカーフも抜かせるラインになったんじゃないかな。あ、じゃあお腹の音が鳴っちゃった。さあ誰が出てくるよ。もう正直アップルパイはもう怖くないね。あ、次の動画アップルパイ使おうかな。普通に強そうなんだがこいつ、この技覚えたら強そうよね。相手なんか竜の波動とかでケチってきたってことは、まあ、つまりそういうことなんでしょうね。ここは、てかなんでここダルプルが出てくるんよ。これカラシに来てるって結構やばいんだよな。やばいけどここをさ、で後ろこれアーマーガーはもう出てくるはずやったら、もう出てきてるはずやから、これダイジェットでいいんじゃないの。ここ非常に迷うんですけど、あ、決まった。これは勝ちましたね。オーロンギが不意打ち持ってて、不意打ちでやられたら負けか。それは負けだけど、Sバーン勝ったね。これは勝ちましたわ。OK。これはもう、イージーウィンですわ。どうですか、皆さん。ああいった泥沼耐久型の相手が出てきても、ホルード止まりませんから、草タイプのポケモンでは、ホルードが止まらないということをこれで、ご理解いただけたんじゃないでしょうか。ありがとうございました。こっからはですね、この型紹介をじっくりしていこうということで、ちゃんと構築の採用理由とかをお話ししていこうと思います。で、技能の採用理由なんですけど、大きく2つありまして、この進化後に、オーロンゲってやつがいるんですけど、そいつとね、決定的違うところっていうのが、技能の方が素早さが高いんですよね。オーロンゲが60で、技能が70速です。で、オーロンギはですね、ギルガルドと同速で、なんか同速対決になるのが、まあすんごく嫌だったんで、まあ、それだったら疑問で、まあガルドなんて HP 半分ぐらい削ってたら、シードフォルムでもイカサマで飛ばすことができるので、まあそれで疑問を採用しています。まあ、両壁貼っとけば、まあ HP も結構高いんで、奇跡も出せなくてもかなりの硬さになるのと、あとドラパルトをね、刈り取ることができるっていうところも、そこも評価すべきポイントだと思います。まあ今のドラパルトパッと見てる感じ、鋼の翼持ちが結構少ないので、もうそれでもうなんか、悠長にしてきたやつをイカ様で倒すことはできますね。あとメインウェポン全部半減で取れるんで、そこも強い。で、ホルード。まあ今回ホルード糸気の実を持たせているんですけども、これにもちゃんと理由があって、糸気の実っていうのは、水半減の木の実で、水タイプの技を受けたらホルードって効果抜群なんですけど、この木の実を持っていたら一回切りだけ水タイプの等倍の威力で何度かごまかすことができるんですよ。で、今の環境ってこのウォッシュロトムっていうやつと、あの洗濯機のやつで、ギャラドスが水タイプで一番使われているポケモンだと思うんですけど、まあそいつらと対マンで勝てるようにするために採用しているって感じです。で、ギャラドスに関してはですね、初っ端からダイマックス、リュウマイなしでしてくれて、そっから、ホルードでね、
ダイジェットを決めた状態だったら、まあ、そこでもうドヤ顔でギャードスもごぼう抜きすることができますね。で、なんならですね、ダイマックス同士の対決だったら、ギャードスのダイジェットプラス、ダイストリームも、陽気ギャードスであったら、耐えることができるので、そこもね、イトキノミの採用価値があるんじゃないかなと、僕は考えています。で、ヒヒダルマか。ヒヒダルマはですね、確かにフレアドライブを覚えるんで、ナットレイとかも焼き払うことができるんですけど、まあ、それよりも多分爆味から入れる方が僕は、まあ、このパーティーだったらいいんじゃないかなと思って採用しています。で、なんならね、物理特化のナットレイって、このサニーゴのステルスロックプラスヒヒダルマのこのバカ力でワンパンできたはずなんで、確かバカ力だけ低乱数一発なんですよ。で、それもあるので、それだったらステルスロック合わせて、それでナットレイ倒していこうが絶対効率いいなと思って、あとカビゴも倒したかったんでね。まあ、そういう理由でバカ力を採用してて、あとはまあツララとシマラダレっていうようなメジャーな感じになっております。で、ヒートロトム。まあ、ヒートロトムは今回、ちょっと素早さにちょっと振りまして、やっぱロトムってね、結構素早さがシビアなポケモンで、素早さに振り切らないんだったら、ちまちまと素早さ振り切る方が僕は強いんじゃないかなと思います。ちょっと今回はちょっとドーピングアイテムしかなかったんで、努力値振りがシンプルにめんどくさかったんで、素早さ40で、で、残りを HP に振ればいいじゃないか、ないかみたいな感じに言われそうなんですけど、それで HP 振り切ってしまったら、ロトムの HP が4の倍数になってしまって、4の倍数にしてしまうと何が不利なんかっていうと、ロトムって岩タイプ弱点じゃないですか。で、ステースロックってね、この岩タイプの弱点のポケモンに対しては結構ダメージ削れるんですよ。確か4分の1削れるんですね。で、ロトムだったらその場合、4Nだったら4回出してそのまま死んでしまうんですけど、4の倍数じゃなかったら5回まで、まあ4回か。まあ5回目で死ぬんですよ。だからその1回が結構大きいんで、それだと特防に40回してごまかしていこうという感じで、で、そのような感じで構成しています。で、突撃直帰も出せることによって一応今回特殊のポケモンが結構脆いので、こいつでごまかしていくと。で、イカサマの採用理由としては、なんかのんのんとやってくるドラパルトとかにイカサマ決めることができたんで、それで採用しています。シャドウボーよりも強いんじゃないかな。で、サザンドラ。こいつはね、めちゃくちゃ強い。ラスターカノンを採用す、てか覚えたことで、ミミッキュに負けることがなくなったね。ミミッキュとサザンドラの対面って本来だったら、ミミッキュの方が強いんじゃないかなって思われるかもしれないんですけど、確かに化けの皮が剥がれていなかったら、ミミッキュの方が有利対面なんですけど、この化けの皮が剥がれた状態で、交代弓とかでね、ミミッキュが剣の前とかしたらもうそれも勝ち確定ですもん。なんとですね、サザンドラって、まあ、ダイマックスしなかった場合ね、相手が。ミミッキュに対して今回化けの皮で弱体化して、HP が下がったおかげで、この命の玉込みのラスターカノンでミミッキュがね、無振りだったら確定で一発で倒せることがダメージ計算して分かりましたので、サザンドラは入れとく。で、絶対に臆病にする。そうしないと最速ミミッキュに抜かされてしまうので、企画倒れと。で、ダイマックス最悪されたとしても、こっちもダイマックスし直してラスターカノン、これのダイマックス技が防御力上げれるんで、それでね、ミミッキュが研磨してなかったら大フィアリ耐えます。そこが強い。で、サニーゴ。まあ、これも、そうですね。特に説明はいらないと思います。まあ、物流受けで、として扱ってます。だから、ドリューズとかね、その辺のポケモンとかも、こいつだけで完封できるんで、ドリル待たないんでね。まあ、ひるまされたら負けますけど、まあ、それさえなければ、全然どうにでも相手ができます。で、ステルロックスロック機動員でもありますので、まあ、ちょっとサイクルとかでも結構有利に持っていくことができます。さあ、ちょっと長くなってしまいましたが、このパーティーで、まあ、ちょっと諦めた方がいいかなっていうポケモンは一匹、ウオノドラゴンですね。ウオノドラゴンがめちゃくちゃ重いので、そいつがスカーフじゃなかったら勝てるけど、こだわりスカーフだったらちょっと半ば諦めてください。ヒヒダルマをちょっと防御に振っとけば、なんか乱数で耐えるらしいけど、振ってなかったらちょっと、諦めムードで戦ってみてください。初手から出てきたら、危険信号です。はい、ということで、以上で、終わります。今回の方紹介。参考になれば非常に嬉しいです。